私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。2学期ももう少しで終わりということで、2学期もすごいたくさんの行事がありましたよね。それで年少さんもすごいもう毎日頑張って幼稚園2学期も来てくれたので、すみれさんとバラさんとごちゃごちゃ混ぜて保育をしましょうということで、解体保育を今日も行いました。今日で3回目ぐらいになるんですけれども、子どもたちはすごい楽しみにしていて、他のクラスのお友達ともお友達になったよとか話しかけたよとかっていうのを部屋に戻ってきてから言ってくれるんですね。で今日私はバラさんのお部屋で、すみれさんとバラさんの子どもたちと一緒に遊んでたんですけれども、貸していいよっていうやり取りもすごくスムーズになったのもすごく感じましたし、あとはなかなかこうちょっと恥ずかしくて他のクラスのお友達にこう遊びたいけどこうなかなかこう一歩言い出せない子っているじゃないですか。その子に対して他の子が一緒に遊ぼうって今日は声かけてたんですね。いやなんかこうやってお友達ってこう輪がね広がっていくんだなっていうのをすごく感じられて嬉しくなりました。あと男の子も車のこう道路のレジャーシートがあるんですけど、それに作ったブロックで作った電車とかあとミニカーとかをこう走らせてよく遊んでたんですね。で結構それってトラブルの元っていうか、こうどいてとかなんかこう返して貸してとかっていう風に今まではねなっていたんですけども、今日はもうすごい上手に仲良く遊んでたんです。もうたったそれだけのことなんですけれども、すごく今日は嬉しく感じました。あと今日はすごく寒かったんですけども、お昼がラーメンでした。今日給食いつも給食美味しいんですけど、今日はもうあったかいラーメン食べて心も体もポカポカになりました。今日はこれが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日私、歌葉さん、つぼみさんの部屋にお邪魔させていただいたんですけど、私が入ったタイミングでちょうどお片付けのタイミングになってしまったんですけど、子供たちがお片付け、まだ遊びたいって言ってるお友達もいれば、お片付けよしって言ってこうおもちゃを拾っている姿が見れてとても嬉しいなと思いました。あと、給食食べ終わってテーブルとか椅子とかのお片付けをしてたんですけど、その時にまだやっぱり他に食べてるお友達もいたので、こうみんなからこう片付けしてたら、その食べて終わって自分の片付けも終わって、その終わった友達が、先生お片付けの手伝いをしてくれるって言ってくれて、お昼寝をする時間だったんですけど、一生懸命一緒にお片付けができてとても嬉しくなりました。またバスの中でもなんかやっぱりもうそろそろクリスマスってことで、サンタさんに何が欲しいとか、サンタさんに何もらうのとか、クリスマスプレゼント何欲しいっていうお話を楽しくしながら過ごせて、とても一日充実した生活ができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。12月になってから子どもたちに断るごとにというか、こう何かしらとこう話題に出してたサンタさんなんですけど、こうご飯食べる時にだとか、こうちょこっとだけ残っちゃった子にもういらないのって聞いて、もういらないって言っても、あれサンタさん見てるかなとかって言うと食べるんですねそれぐらい本当に力強かったサンタさんが、今日やっと登場する機会のあったクリスマス会が今日行われました。先生たちの出し物があったりいろいろあったんですけれども、中でもなんか何が楽しかったっていう風に双葉のお友達にお部屋に帰ってきてから聞くと、先生たちで楽器演奏をしたんですけれども、その中でみんなの大好きな鬼滅の刃の曲をやったんですけど、鬼滅の刃楽しかった、鬼滅の刃楽しかったって言って、ね、それもなんか私ねこうやって応援してたんだよって言ってくれて、なんか本当にこうみんなに大人気の曲だったんですけど、年長さんからはもう合唱が聞こえてきて、なんかもうすごい演奏してる先生たちもすごく嬉しかった
です。あと2番になるとこうみんな歌詞がちょっとうろ覚えで声がちょっと小さくなるのもすごい可愛いなって思って見てました。で、サンタさんとあと今日バイキンマンとアンパンマンもあのプレゼントを運ぶのにあの手伝いに来てくれたんですね。でそれまでは子供たちちょっとあのやっぱり後半の方に差し掛かってきてたのでつぼみさんも双葉さんもあのクリスマス会の後半になるとこうちょっと飽きてきてしまっておしゃべりしてしまったりちょっとフラフラってしてしまう子がいたんですけれどもこう幕が開いてサンタさんがバッと現れるとえみたいないたっていう顔でみんなすごい真剣に見ていてでプレゼントもらえるとやったって喜んでいたんですね。でもあのお部屋に帰ってきてもプレゼントはあの記念撮影があったんです。サンタさんとアンパンマンとバイキンマンと記念撮影を撮るときにこう子供たちの周りにはこうプレゼントを置いて写真撮影をするので子供たちがお部屋に戻ってきたときにはまだプレゼントはサンタさんがお預かりしている状態だったんですね。でお部屋に帰ってきてからプレゼントどこプレゼントどこですか心配しててプレゼント大丈夫サンタさんまだ預かってくれてるからって子供たちには言ったんですけど子供たちはご飯食べてる時にもプレゼントどこプレゼントどこって言っててみんながお利口に早く寝たら枕元にもしかしたらプレゼント置いてあるかもねっていう風に言ったんですね。したら今日さあのちゃんと誰も寝てあいつも寝てるんですけどちゃんとあの早くみんな寝てこうみんなが起きる時間になったら枕元にプレゼントが置いてあったんです。でやっぱりこう起きた時にいつもだとこう寝ぼけてこう起こしてもうんって言ってまた寝ちゃう子だったりこう起きたばっかりの頃はちょっと心細くて泣いてしまう子なんかもいたんですけど今日はこうトントンって何ちゃんプレゼント置いてあるよっていう風に声かけたらハッて起きてプレゼントを見てすごいニコニコになってなんかもうそういう可愛いなと思って今日は一日本当に幸せな一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は終業式前最後の登園日ということで2歳児の双葉さんではみんなで大掃除の方を行っていきました。まずロッカーの中身をあの全部出して空っぽになったロッカーを雑巾でみんなで拭いていったんですけどみんなもう隅から隅までもうよく拭いてくれていてその姿が見られてとっても嬉しかったです。その雑巾で拭いている中でなんか子供たち同士でなんかもう私のロッカーピカピカだよとかなんかこう私のロッカー綺麗になったってこう聞いてくれる子とかもいてそういう会話がとっても可愛らしいなと思いました。でその大掃除をする前にはみんなであの作品展の時にいただいたどんぐりがたくさん余ってたのでみんなでマラカツを作っていったんですけどその大きなどんぐりが結構たくさんあって子供たちその大きなどんぐりがすごい大好きでもう大きなどんぐりばっかりを選んであのマラカツにしてできたマラカツをこう音を鳴らして楽しんでいる姿とかも見られてとても嬉しかったです。また朝は終業式ということで冬休み前最後に双葉さんみんなで集まれるのでその一日、明日の一日を楽しく過ごしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日、幼稚園では2学期の終業式が行われました。おやつを食べて公園だったんですけど、5歳児の梅組のお部屋で、2学期、楽しかったことは何？って質問したんですね。でおやつを食べながらだったんでみんなうーんって考えながら、やっぱり運動会かなとか作品展ごっこ遊びが楽しかったっていう中で梅組さんでダントツ一番多かったのがキッズだったんですね。で月に2回キッズをやってるんですけどすごい楽しいってもうなんか回数を重ねるごとになんかきっと自分なりの楽しみ方とかあとはこう分かってきた理解してきたところもあってすごい楽しめているんだなっていうふうには感じていたんですけどやっぱり一番楽しかったって言ってくれたんですね。でもあんなに運動会も頑張ってあんなに作品展ごっこ遊びも頑張ったのにキッズも楽しかったって言ってもらえてでも嬉しかったんですけどでもうなんか楽しかったって言ってくれることが増えていてで2学期そういう子どもたちと楽しく過ごせてとても幸せだったなっていうふうに一日思いました。でそして午後からは先生たちと一緒にいつもはこうちょっと手の届かない倉庫だったりとかをお掃除していったんですけどなんか綺麗になっていくにつれてこう気持ちよさもこう倍増していってなんか
新しい1年、まだちょっとまだ時間はあるんですけど、迎えられそうだなというふうに思って幸せな1日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はですね、土曜日だったんですが、令和3年度のタンポポ組の説明会が幼稚園の方で行われました。で、私はそのタンポポ説明会に来てくれた、来てくださったこうお子さんを預かる託児のところにいたんですけれども、今日は2人のお友達が来てくれたんですね。で、私自身3歳児 の年少さんの先生をしてて、幼稚園の中では結構小さい方なんですけど、それよりもやっぱり小さなお友達が来てくれて、その時の流れがすごくこうゆっくりなんですね。でもそれに朝からすごく癒されました。で、その後にこうみんなでこう、あと浅見先生と柏村先生と3人でこう見てたんですけど、すごい子供たち、その泣いたりしなかったんです。もうすごい自分の好きな遊びを見つけて、見てアンパンマンとか、これよーんとかって言って、すごいこう数字を読めるお友達もいたりして、なんかすごいねって言いながら、こうすごく楽しい時間を過ごせて、本当に一日楽しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つぼみさん、ふたばさんの部屋に入らせていただいたんですけど、入ってちょっと経った頃にすぐお片付けになってしまったんですね。私がちょうど来たタイミングでお片付けになって、みんなお片付けしようって先生たちが言った、って言ってたお友達もいれば、さっ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 て言っておもちゃを片付けている姿が見れて、とても嬉しくなりました。また、給食食べ終わった後に私がテーブル拭いたり、お椅子片付けたりして、で、あとまだ食べてるお友達とかいたので、そのお友達を見て見ながら片付けをしてたら、そのお友達も自分の片付けが全部終わって、そしたら、ねえ先生、お椅子って片付けて手伝ってあげるって言って、お椅子を持って一緒になんか運んでくれて、で、あとお片付けもして、で、できないって言ったところを手伝ってあげたら、そのお友達がありがとうってつぼみさん、ふたばさんなのに言ってくれて、とても嬉しくなりました。ペンギンさんでも友達同士で入れてとか貸してっていう言葉もできごめんなさい、もう一回言います。なんか間違